すごい勢い。この目だ。目が飛び出てるからさ、ほら、すごい踏みつけて。言葉にできなくてもいい。君のこと分かってるから。私の手を握る。なるほど。よし。はい。もコストコに行ってまいりました。すごいね。すごい量ですね。そうだね。戦利品がすごいね。うん。おかかさんもうさっきさ出したらさ。うん。それはここじゃないですか。うん。ね。見つけたんでしょ。一番買いたかったやつこれだもんね。見つけた。これな。一番買いたかったやつおかかさんにね。うん、ね。おかかのおもちゃだよ。おかかさん。おかのおもちゃだよ。おかかさんのおもちゃです。ね。さ、うーん、楽しそうだね。いっぱいおもちゃ入ってる。コストコのコストコセットでしょ。のドリンクみたいなやつね。そうだね。ピザもあるよ。そうだね。ね、これ今度遊ぼうか。いいね。ね。いいね。後で遊ぶ？後で遊ぼう。ね。いいね。コーラが入ってるね、これ。そうだね、おかぴが好きなコーラが。ね、おじゃなんか余計な情報じゃない。そうだな。なるほど。はい、今回はですね。はい。一応なんか前回買ってないものも買ってみたくて。うん。攻めましたよ。上から行けばいいんじゃないの？これ何ですか？これ。あ、ま、これはあのケーキ。犬用のケーキを作るためのやつと、お友達と行ったからお友達と分けるときにちょっと使っちゃった。で、おかかのあれとおもちゃと、うん、もうこれ毎回買って3回目ぐらい。私のおやつ。3回目かな。3回目ぐらいですね、うん。そしていつものパン。このチーズの方でしょ。マスカルポーネ。やっぱ美味しいよね。うまいね。うん、なぜか靴下。靴下あったかそうだね、買っちゃった。どういうことだ。モフモフのやつが欲しくなって。で、これなんだこれ。触ってみて、ちょっと一回触ってみて。触ってみて。うわ、あったかそう。いいでしょ。うん。ちょっとね、惚れて。よし、これプルコギ半分こしたんです。ああ、いいじゃん。いいね。うん。前回も 買ったもんね、うん、いいもちろん一個一個長いと思うとえらいかかるからでラップラップもなんか大きいやつ、ね、これさなんかちょっといいラップ、うん、でタッてこうこうな、うん、見えるこういうふうにタッてなる、うん、なるほどちょっと分かんないけど、うん、まあいいやいいんだよ、うん、すごく、うん、あれなんかこれ食べられてもう帰ってきてから食べましたあれなんかこれ不良品じゃないですか。大丈夫ですかこれ。誰が食べたの。どうだろう。誰だろう。はい。あとはずっとおかぴがもうずっとあとあれでしょ毎回のホットドッグね。ホットドッグ、うん、それでねちょっとお友達に聞いて、うんうん、これあのトッピングをこうやって持って帰ってくるとベチャっとならないっていうですね。そうそう。まあその場で食べるときはいいんだけどね。これから作って食べようかなってことでしょ。そうそうそうですそうです。そして。ね。ハンバーグのなんかさ順番に行かないとなんかこう言ってるのにさなぜ飛ばすのよ。難しいでしょ。これこれ。ここでしょどこ行ったってそうだよ。これはほら肉団子作りたいでしょもう、うんそうだね、肉団子いっぱい食べたいでしょ。うん食べたい。なんかいっぱい揚げて作っとこうと思って。うんそして、うん、で豚ね。うんそしてなんだこれはハラミ。ハラミもうおかびさんがねもうはもう。あの焼き肉焼き肉モードなんだすごい言うからもうハラミを買ってこれいくらすんのこれ高いんじゃない高いようわ高い高いよ私がよく飲むやつなんでそっち行くのえこう言ってるじゃん今いやこう言ってこうだよこう攻めないこう言ってるよこう今そしてこれ飲み物チルアウトってやつね私が結構飲むやつねいや寄ってきたチルアウトってやつね。いやこれあれじゃん。すごいねこれ。結構安いのにさ、なんか丸々一匹っていう。今日は普通にチキンとして食べて、うん、2日目はあのスープとかに入れて、ああいいかもね。美味しいよって教えてもらったからやってみようと思って。いいね、そしてこれも人気商品みたいだよ。これはもうちょっと出しちゃったのね。そうお友達と分けるから。これいくらするのこれで。モッツァレラかマスカルポーネじゃん。おーでも結構量多いもんね。ああ2ヶ月ぐらい持ってます。これもなんか定番じゃないですか。分けよく分けてるよねこれ。これうちの定番だよね。これ
これうまいよね。もうほんと、生ハムと、バジルとトマトとモッツァレラとでオリーブオイルでね、食べるともう美味しいね。うまいよね。はい。そして。で新しいやつ、ガーリックペッパーポーク。いやなんかさ、なんだっけ、サムギョプサルか、すげえうまかったんだけどもうなくなっちゃったんだよね。おかぴさん大好きだったね。でこれ、これにしてみた。違うのも試そうって話でね。はい。ということが、今回のおかかけの戦利品でございました。おかぴさん、ね。おかぴさんね。ね、お散歩も行ったからね。そこから帰ってきたらジャベって降ってきたね。そうだね。一回行けて、はい、以上。以上。いい？コストコでした。後でおかか遊ぶよ。はい、今回のコストコ、仕込みできた。できた。なんだろうそれ。できました。すごいね。まあ、毎回こうやって小分けすんだよね。前回は鶏肉を買ったから、鶏肉を細かく、唐揚げぐらいの大きさに切って、味付けして冷凍したんですけど、今回は豚ひき肉で、豚ひき肉を肉団子にしたからね、味付けいろいろ変えれば。肉団子を大量にできて、さっきね、味付いてないやつ食べたけど、塩振ってさ、めっちゃ美味しかった。なんかやっぱ肉がね、うまい気がする。これなんだこれ、700円ぐらいのほらチキンか、チキン丸ごと、丸ごとのやつね。多分オーブンでまた焼けば、そうだね、冷凍しようかな。そしてプルコギ、プルコギとピクルス、ピクルス、玉ねぎ、不思議なやつがあるな、あとこれだ、あれだ、これさ、あのなんだっけ、タルタルにも使えるし、そうだね、そしてこれだ、これはハラミの部分の上を、筋をね、筋を取って、筋だけを圧力でやって、今日だから牛筋ちょっと食べたんだよね、煮込んだやつね。うまかったね、あれもね。私はもうハラミを早く食べたいって言ったんだけどね。いや今日はハラミなの？今日は焼かないから。今日ハラミなの？ちょっとしかやらないよってすごい言われて、すごい言われて、諦めました今日は。で、あとこれは初めてのやつだ。そうで、玉ねぎをプラスで入れた。あ、なるほど、いいね。ちょっとかさ増しも含めて。かさ増しというよりも、やっぱ玉ねぎ多くあった方が美味しかった。そうだね、うまかった、うまかった。なんで今回かな。まあ、そんないっぱいじゃないけど。いやー、いいね。いいね。そして、楽しみでね。そして、おかかさんはちょっとおもちゃで遊ぼうか。せっかくだから。じゃじゃーん。遊べますか？いましたね。これはおかさんが。もしこっちで遊ぶ。アイテムね、コストコアイテム。コストコアイテム。昨日さ、おかかさん、パパさん、パパとママがこれほら、ホットドッグ食べそう。そうそう、すごいな。すごいな。コロナみたい。コロナ飲ませろ。うわ、うわ、ひどい。ごめんね。もう行っちゃった。ええ、早くない？いい大きさなのかね。いい大きさかも。いえ、あれ、ちょうだい。おいで。なりはしないんだ、でも。なんかの。あ、これを乗らない？あ、あったあった。持ってきて。どっかにあんだ。ほら、なんかもう嬉しそうで開ける。全体的に持ってきてやっほー、すごい、これの次はすごい忙しい、ちょっと、あ、こっちだ、あ、お母さん、あ、やめろ、ってなっちゃった、お母さん、お母さん、ホットドッグに夢中です目をかじってる、あ、目をやっつけに行ってんのかな、もしかして、そうなの、あ、ちいちゃん嬉しそう。これこれをなった。コーラ。僕はコーラだぞ。シワシワシワ。炭酸抜けそう。
そういうこと、もう抜けてるある多分はみ出してるもんだってダサ振ってる、うん、チーズアタックチーズアタックすごいこれは何だろうね。ボストコカードってこと？カードなのかなこれ。あ、そうなの。なんかカスタムカード持ってないと入れないの。ちょっといいや。ちょっと何？ちょっと何これ？僕のチーズを受けろ。トロトロー。トロトロっておかしい。これもあげる。楽しそうだね。楽しそう。こんなね、4つもおや。あのおもちゃ入ってた楽しいよね。ねえ、なんかこれがやっぱ好きなんじゃない？好きみたい。うん、すごい強い。この目だ。目が飛び出てるからさ、コーラ踏みつけて。ひどい。コーラもう炭酸やば。踏みつけ具合がすごいよ。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。